中島徳造中島徳造昭和15年5月31日は日本の教育者群馬県出身東京帝国大学哲学科卒業後哲学館にて西洋倫理学と倫理学を担当哲学館講師時代の明治33年文部省からの再三の要請を受け修身教科書起草院に就任するも就任してからおよそ半年で退職させられる 委員会では、終身の教科書を教育直後を元として作成しようとしていたのに対し、委員に就任した特造の試案が、児童に対しては、里市人友の三徳の関与を中心とした方が、教育直後よりも理解しやすい、というものであったため、これが直後撤回論とみなされたからであった。明治35年、特造担当の教育部第一課の卒業試験に、 関して、哲学館事件が起きた。同年哲学館を論士退職。翌年、読売新聞に、世が哲学館事件を世に問う理由を投稿し、哲学館事件を世に知らしめる。読売新聞には、1月28日から30日に、かけてその全文が掲載され、以後社会問題化し物議を醸す。なお、1月29日付の読売新聞には、文部省による反論、 当事者たる熊本史学館の段が掲載されている。この熊本史学館とは、熊本というなおのことである。ちなみに、この熊本と文部省の教科書疑獄事件に関与していたとされる熊本死に基地死学館、それと普通学部局第一課長、本間のりただらの臨間の下ことの発端となる試験が行われている。同年2月、 哲学館学生と卒業生により、特蔵に対する見舞金の募集が始まり、3月に特蔵に渡される。当初特蔵はこれを拒否するも、説得され受け入れる。この見舞金は、哲学館へ図書を寄贈することに用いられ、寄贈本は現在の東洋大学附属図書館に現存している。 明治36年に2度目の陽光から帰国した哲学館創立者、井上遠梁によって、明治38年に再び講師に復職。大正15年2月から昭和3年3月まで、東洋大学第6大学長、昭和4年9月から昭和6年7月まで、第7大学長を務め、大学令による東洋大学の昇格、進行者や図書館の建設、 浸透講座の解説など、積極的に大学の発展に尽くした。東京工業学校、生息中学校、アトミ女学校、共立女子職業学校にても、教鞭をとった。ありがとうございます。